三菱自動車は今日、プラグインハイブリッド車のアウトランダー PHEV の新型モデルを公開しました。バッテリーの強化によって電気のみでの走行距離がおよそ100キロと20キロほど伸びたほか、加速性能も上がったということです。また国内モデルでは初めてヤマハと共同開発したオーディオシステムを搭載しました。来年以降、ヨーロッパや北米などでも発売します。販売計画は月に1000台としていますが、すでに注文はおよそ3400台に達しているということです。いい流れで来たところに、さらにこのアウトランダーの、ね、性能がアップしてますから、より一層ね、我々 の, その販売をこう上振れさせていく、この原動力になるんじゃないかな。